こんにちは、アルセです。俗死にたがりと魔物第10回収録は久しぶりです。間隔が空いて申し訳ないです。投稿間隔はそこまで空いていないかもしれませんが、編集すると結構時間がかかっちゃうのでゆっくりペースになっちゃいます。申し訳ない。とりあえずビフロンズさんのルートのエンディングですね。魔物になっちゃってどうやら髪の色が変わっちゃったようなんですけれども、どう変わったのかは立ち絵がないからわからないんだけどね、1年くらい眠っていたみたいだからかなり伸びていそうな気はします。まあね、それは良いとして続きからやってまいりましょう。変わったのはそれだけではないぞ。え？黒鷹が心を読んだのか、そう言って微笑み続ける。多少術を扱えるように魔力を与えた。え？術？魔力？あ、そういえば黒鷹と同じにって言ったっけ。扱えるようになるのはまだ先だがな。だが案ずるな、俺や眷属が教えてやる。アデス様、まさか自分も含まれて。もちろん。即答した上司に部下はため息まじりに生返事を返して視線だけこちらに向けた。俺は厳しいぞ。面倒くさそうにそれだけ言って消えた。俺バルカ大好きだわ。相変わらずだな。でも術が使えるようになれば黒鷹ばかり頼らずに済む。いざという時にあの時みたいなことがもう起こらないように。ありがとう黒鷹。なあ。なんだ。魔術使えるようになったら空も飛べる？空なら俺が乗せて。一緒に飛びたいんだ。それでもっといろんな景色を見て回りたい。はにかみつつ笑うと一瞬瞠目し、少し困ったように柔らかく笑み。構わんな。小さくつぶやきながら俺の頭をゆっくり撫でた。発言の意図がよくわからず首をかしげるといたずらっぽく微笑んだ。一からゆっくり教えてやるさ。以前と違って時間は十二分にあるからな。ああ、これからもよろしく黒鷹。人間じゃなくなっちゃったってことは寿命もほぼ無限ってことですかね。ああ、もちろんだとも、我が伴侶よ。伴侶って。慣れろよもうその言葉に。違うのか。違はないけど、恥ずかしいから嫌だ。じゃあハニーとか。途中で本当に恥ずかしくなってきて顔をそらしたその反応が面白かったのか、クツクツと喉奥で笑っている黒鷹に枕をぶつけた。やっぱり白髪になっちゃったんだ。あ、二人で空飛んでんのか。なるほどなるほど。いいエンディングですね。この BGM も好きですし。ということでエンディング7を回収したと思います。続きまして、その直前かな、直前じゃないか、選択肢を選び直してまいりましょう。ビフロンズさんと会う前の選択肢ですよね。
2つの分かれ道、右へ左へで、最初に右を選びましたので今度は左に行きます。左に進んでいると今に崩れ落ちそうな橋があった。他に進める通路はなさそうだ。仕方ない。意を決して走って渡る。橋は直後に崩れ落ちていった。進むしかない。そして直感的に突き進んでいると道先の地面に穴が開いているのを見つけた。下から光が漏れている。外なわけないか。でもこの光は一体。近寄って確かめようとした時、突然そこが崩れた。あれ、なんか見たことあるぞ。最悪。危うく溺れ死ぬところだった。まあ落ちた先が地面やマグマじゃなくてよかった。濡れた衣服のまま行動することに関してはとても不快だけど、命が助かった代償だと思えば。ん？何か眩しい。おや？こんにちは。口はなさそうだがな。ピカーって光ってます。なんだろうこの生き物。人手かな。今まで見たことのない無機質な形に正直戸惑う。喋れるのか。唯一無機質ではない大きな目は静かに、確かにこちらを見ている。言葉を発しないせいかなおさら怖い。不気味だ。下手に身動きできない。これ以上不必要に話しかけるのもな。どうしようこの状況。そう困っていると大きな目がゆっくりとまばたきした。クイティス？ラテン語？どうしよう。せっかく話しかけられたのに何語かもわからない。相手も伝わらないことに疑問を持ったのか、再びまばたきし、思考するかのように右上へと視線を動かし、またこちらを見た。キーテンは何者だ？どこから声を発している？日本語だ。わずかに喜んだが、すぐに正気に戻って小さく咳払いする。というかむしろそっちが何者なんだ。でも自分から名乗るのが筋か。もしかしたらここはこの魔物の住処なのかもしれないし。に、人間です。まあ日本語で話しかけてんだからさそう答えるほか答えが見つからなかった。名は？やっぱり名前言わないといけないのだろうか。他の魔物に下手に教えないよう黒鷹に言われてるし、ここは偽名で。と思った瞬間、まるでそれを見透かしたように魔物の目が細められた。自刀って。俺は名を言う。嘘をつく。うわー、これはまあね、嘘を言ってね、いいことにはならないのは分かってるんですが、バットも回収したいっていう気持ちがあるんですよね。自分はやっぱり言えない。後々になってそれが悪い因果にもなりかねる。そうですよね。一瞬言わなければいけないと思えたのはきっとあの悪魔の仕業だ。ごめんなさい、言えません。ではそのリングを置いていけ。言って視線を指輪に移した。リングとはつまり結婚指輪のことらしい。これは大事なもので。断るならば仕方ない。
胸の違和感に視線を落とすと、心臓から黒いトゲが生えていた。じわりと溢れた赤い水滴がトゲを伝う。次第に息苦しくなっていくところで、地面から何かに刺されたのを理解する。何に刺されたんだ？だが、その時にはすでに遅く。ただ、なすすべもなく、ゆっくりと崩れる。頭上にわらわらと黒い影が覆っていく。何も見えなくなってゆく。我が同胞の餌になるがいい。ごめん、黒鷹、俺、もう。バッドエンド9。そうっすか。はい。じゃあもう一つのね、名前を言うという方を選んでいきましょう。ユイです。その瞳と目が合うとなぜだか、嘘はダメだ、言わないといけないと思えて自然と言ってしまった。それが魔物による何らかの術なのかはわからない。あなたは？言ってしまったものは仕方がないので、同じように聞き返すと、魔物はまたゆっくりまばたきした。我は72中の悪魔、デカラビアである。悪魔？これが？何か全然悪魔っぽくない。というかどうしよう、不可抗力とはいえ、悪魔に名前を教えてしまった。人間よ、なぜここにいる？悪魔は心を見通す力を持っている。だからあの時目を細めたのだ。嘘がつけないのを知っていて、悪魔があえて問う。慎重に答えないと。この世界の王に無理やり連れてこられました。では、そのリングは何だ？言って視線を指に向ける。どうやら結婚指輪のことらしい。というか、王というフレーズをあえて入れたにもかかわらず、あっさり流した。この悪魔にとって指輪の方がよほど気になることなのだろうか。まあ、ルシファーに地獄に飛ばされるっていうのはある意味、まあ、日常茶飯事的に起こっていることなのかもしれないな、そういうことは。これは契約の指輪です。なるほど、我ら同胞の召喚者か。それほどの力があるように見えぬが、不思議な人間だ。よく言われます。きっとそれで目をつけられてしまったのかも。それは災難であったな。ふむ、その面白みに免じて我が領域に立ち入ったこと許してやろう。ああ、面白いついでに我が使い魔を貸そう。ここから出たいのだろう。ということで、今回も時間になりましたので、このあたりで終わりにします。まあ、どうやらね、この選択肢はいい方に行きそうな感じがします。二つ目のハッピーなね、エンディングに行けるんじゃないかと思います。また次回もお楽しみにな。じゃあのー。